ちも飼ってるんだ。私だって、それに、お前だって怖いものあるんだよね。ずっと綺麗で、火も弱い。これ、おじじに教わった神様の頃の朱雀。初代の姿勢、やっぱりちゃんと倒せて、お役目果たせてたんだ。なんで？倒されてるのに、どうしてそんなに誇らしげなの？何？今の、朱雀と同じ感じ？ううん。まるで、同じ存在のような。あっ！この人たち、多分先代の姿勢。おじじもいる。私みたい。そっか、ずっとお前が荒ぶって怒ってると思ってたけど、違う、泣いてたんだ。神聖のお役目を持つ姿勢をみんな焼き殺しちゃって、もう自分じゃどうしようもないほど力が膨れ上がって、苦しかったんだ。お前は、朱雀、君は、君自身が怖いんだ。大丈夫。私と同じだったよ。朱雀も、ザコザコ怖がりさんだった。え？ずっとずっと助けて欲しかったんだ。ずっと、お役目が果たされるのを、待ってたんだ。朱雀、朱雀が、そんな気配なんてしなかったのに。来てくれたんだ。ずっと待ってたんだ、この時を。
ごめんね、スザク。おいで。チチルちゃん。大丈夫、星さん。できれば手は出さないで。でもよ、お前まだ震えてるじゃねえか。ありがとう、星さん。今までごめんね、スザク。君を救えるのは私だけなのに。だからなんでしょ、本当の君の力を見せるのは姿勢の私らだけだったのは。私らの前で強くなってたのは、早くその膨大な力を払ってほしい、なんとかしてって言ってたんだよね。まだ怖いよ、すごく怖い。逃げたいし気絶しそうけど、私と同じぐらい怖がってる君からもう逃げない。君を守るために戦うよ、君を守るためにほふるよ。おいで。また会おうね、スザク。絶対にまた。私がまた何度でも、君を助けてあげるから。おやすみ、スザク。あのやべえ状態のスザクを倒すなんてめっちゃ強強だな。うん、ようやくね。おいさんたちのおかげ、スザクのこと今まで勘違いしてたよ。ずっと災害を起こさないためお役目を果たさなきゃいけないって思ってた。でも違ったんだ。あの子の力の暴走を止めて救ってあげなきゃいけなかったんだ。
配ですか？私たちが持つものよりずっと綺麗。これが本当の霊老杯。スザクがオシさんに渡したのは、私がお役目を果たせるようきっかけを与えるためだったのかも。なんだか難しいな。スザクも倒されて欲しかったならおとなしくしてればよかったのに。あの子にそんな意思は許されてないんだよ。姿勢が師匠を沈めるのがお役目のように、師匠もきっと暴れることがお役目なんだ。だから暴れなきゃいけなかったんだ。その都度姿勢に力を沈めてもらって、何度も何度も繰り返して。はい、私もなんとなくですが、そんな気がします。どうにかしてあげたいな。なるほどな。スザクも大変だったんだな。よし、じゃあさっさとお役目果たしちまおうぜ。最後にそれ供養するんだろう。任せて、今すぐやっちゃうから。